ブライアン・マック・ナイトは、アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファロー出身の歌手で、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー。ピアノ、ギター、ベース、ドラム、パーカッション、トロンボーン、チューバ、フレンチホルン、トランペットといった楽器の演奏もする。ニューヨーク州バッファローを生まれ、5人兄弟のバッシュとして、音楽一家に育つ。テイク6のメンバーであるクロード・マック・ナイトは、 兄の一人。幼少時に教会でゴスペルを歌っており、高校時代にはバンドリーダーをしていた。この頃にピアノやギターなどの楽器をマスターしていった。コンピューター関連の大学に就学するが、傍らでもテープを作り上げ、いくつものレーベルにデモテープを送り、マーキュリーレコードと契約することとなる。大学は中退している。 1992年にセリフタイトルアルバムでデビュー。以降、プロデュース業も行うようになった。なお、アニ・クロードは、テイク6のメンバーの一人が脱退し、メンバー再高の際に、デビュー前のブライアンを誘うが、彼は断っている。3枚目のアルバム、エニータイムは200万枚以上を売り上げ、グラミー賞にノミネートされた。このアルバムを最後にモータウンに移籍。 その第一弾アルバム、バックアットワンは300万枚以上売り上げた。彼は多くのミュージシャンと共演しており、ショーン・コムズ、メアリー・ジェイ・ブライジ、バネッサ・ウィリアムス、カーク・フランクリン、ホーリアル、マライア・キャリー、ボーイズ・ツーメン、クリスティーナ・アギレラ、セント・ルナティックス、クイーン・シー・ジョーンズ等が挙げられる。離婚歴あり、前妻との間に儲けた二人の息子たちは、現在では、 父親のレコーディングを手伝いながら、自らも音楽活動を行っている。2008年現在は、ロサンゼルスに在住し、同地の FM ラジオ局、KTWV で朝の番組を担当している。ありがとうございます。